田中さん、見てください。このレストランは今日お休みみたいです。本当ですね。残念ですが、他のレストランに行くしかないですね。皆さん、こんにちは。琴野夏実です。他のレストランに行くしかないです。今日の文法はしかない。他に方法がないです。なので、それをしなければなりませんという気持ちの時に使います。残念ですが、仕方がない。諦めたとネガティブな気持ちの時によく使います。レストランはお休みでした。仕方がありません。残念ですが、他のレストランに行かなければなりません。他のレストランに行くしかないとなります。では、もう一つ例を見てみましょう。電車が止まっていますね。高いですが、タクシーで帰るしかありませんね。電車が止まっています。残念です。高いですが、タクシーで帰らなければなりません。タクシーで帰るしかありませんとなります。作り方は、Verb Dictionary Form プラスしかない、しかありません。行くしかない、帰るしかありませんとなります。しかないは、本当はその他の方法もありますが、自分や相手に強く勧める時にも使います。例えば、あのスニーカー、セールになっています。ずっと欲しかったんです。これは買うしかないですね。買わなければいけませんではないですが、買った方がいいと強く思っているので、買うしかないということもできます。今日のビデオはここまでです。ありがとうございました。また次のビデオで会いましょう。さようなら。Thanks for watching. Please remember to subscribe and turn on notifications.